そう、タッチペンなんで。ああ、そうだね。いや、汚い、汚い。それ何、それ何？フルークです。あ、フルークのナイフ。新発売した商品、ロンティ。ロンティね。はい、お願いします。オーナーだから、アパレルの。どうも。アパレルのオーナー。全移動儀、あの、フルークは。あ、移動儀だ。移動儀。いいじゃん。支給、支給。フルーク支給にしてよ。バンナーレのあの、エンブレム入れて。いいね、いいね。あと下に、パンも出してもらっていいか。うん。あ、ナイロン、ナイロンの。いいね、いいね、いいね。お願いします、社長。それ2回目やめとけ。
はい、ホテルに帰ってきました。試合結果は、2対0で負けということで、まあ、本当に結果的にも悔しいし、僕自身も試合に出る出番はなくて、そういった出番がない状態っていうのも悔しいしっていう感じですね。ベンチから相手のね、戦い方とか、自分たちの戦い方を見て、自分が出たらこうしようとかっていうイメージはね、しながら準備はしてたんですけど、悔しいですね、出番がないっていうのは。今回負けましたけど、いつ出番が来てもいいようにね、常に自信を持って準備していようと思うので、明日も朝こっちを出発して、八戸に帰るんですけど、帰ってからすぐ練習があるんで、そこからね、本当次の試合に絡んでいく、そのために次の試合でこそ勝利をね、もぎ取れるように準備していくためにもいいトレーニングをしたいと思います。本当にもう J3 降格があったらもうだいぶ危ない順位だし、危機感を持ってやらなきゃいけないところだと思うんで、自分にねしっかりと矢印向けて頑張っていこうと思います。もう残り10試合で今シーズンもすぐに終わってしまうし、本当モチベーション高く持ってやっていくしかないと思うから、自分のね、本当に個人の、サッカーって本当チームスポーツだと思うけど、ただまあ例えばですけど、上のチームに引き抜かれるのって多分一人自分の個人の力というか個の力っていうのがすごい重要になってくると思うし、試合の流れをねゴロッと変えるのも個の力だったりも したりすると思うんで、そういう個人の力っていうのも磨いてチームを助けられるようにやっていこうと思います。頑張っていくしかないわということで、藤枝まで見に来てくださった方々本当にありがとうございました。次こそ勝てるようにまたいい準備をしたいと思います。ありがとうございました。